花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金代郎です。今日は朝方はちょっと雷とかなってね、ちょっと雨も降ってましたけどもですね、晴れ渡りましたけども、いかがお過ごしでしょうか。今日もね、先週から引き続き、編みためのお二人をご紹介しましょう。どうもこんにちは。こんにちは。すいません、なんか、もう先週からずっとここにいたんでどうも分かんない。あ、それね、イヤホンね、もうすごい分かりづらいね、これ。左、左と右側ってね、やりづらい。でも皆さんここね、僕もこれできないからやんないけど、今ね。全然してない。できた、ね。はい。いかがでしょうか、アミさん。はい。うん。体調はどうですか。あ、もう全然バッチリ元気でございます。あ、本当ですか。元気です。タミちゃんは。もう元気だけがね、取り柄だから、もう。ね、そうそう、俺から元気取ったら何も残んないよね。いや、もあちこちね、俺なんかなんだかんだ、なんか大丈夫ですか、痛かったですね。いや、首から来てんのよ、すべて。そうなんだ。姿勢が悪いのよ、音楽に対する姿勢も。いやそんな自覚しなくていいよ。全然大丈夫です。頸椎痛めてるから。ああ、そっか。そう、もう十数年前ですよ、もう15年ぐらい。まあ付き合っていくしかないですよね。そうですね。頸椎がほら、ヘルニアみたいになっちゃって、しびれたりも痛んだりとか、ね、それはまあ何年か周期に来るんですよね。だからこれは割とフットボールとかラグビーの選手多いよね。あ、そうですか。そう俺はやんちゃで。やんちゃで今日なんか、じゃあ曲いきましょうか。はい。だから編みさんの明るいとこからいきましょうか。誰だっけこれは。ウィルソン・ピケット先生のですね、タミちゃんの誕生日が一緒の3月18日生まれのね。あ、なるほどね。ウィルソン・ピケット先生の歌をいきましょう、ね、それとなんか混ぜながら。あ、そう、わかりました。Mama, whoa.
外からも拍手が来ましたよ。いつもありがとう。ねえ、いい感じじゃないですか。明るくね。明るいよね。明るい方がいいね。明るいのがいいですね。天気もいいしね。うん、俺も大体ネクラなんで。いやいや、本当は一緒一緒。間違ったら大体 A マイナーだからもう。いや、もう俺さ、本当辛いことがあってもさ、写真撮られるときさ、ニコッつるのよ。それやっぱ。スターはそうでなきゃいかんの。営業スマイル。これ実はね、父親がね、うん、笑顔が良かったんですよ。あ、もう亡くなりましたも、17年ぐらい前にね。あの父親の笑顔はね、あの素敵でね、あの素敵な人でしたね。夢に出てきたお父さん、ね、そうそう、今朝ねちょっとね、あの昨日ちょっと体ちょっとあの疲れて、あの痛かったりしたもんですからね、弱気になってたら、今朝バーンって雷が鳴ったと同時にね、寝てたら、お前貯めるもんの辛いとか、あの甘いとかね、あの体が痛い、あっちやらこっちやら痛いら言ったらお前つまらんだーってドーンとなったわけよ、朝。もうね、雷とともに、まさに地震、雷、火事、ごやじ、父ちゃん、しっかりして、やっぱね、たまにね、そうやって聞こえてくるのね、素晴らしい。いや、あのだから、常に、まあ、肉体はね、今もないですけども、やっぱ心の中にね、いるあのね、その精神が宿ってるような気がしますけどもね、今日あの先週歌えなかったんでね、はい、僕はあの歌いましょうかね、はい、なんか、風の中で立てっていう、これ、父親のね、歌なんですけども。父さんの歌なんですね。そうそう、これ父が亡くなった時に僕が行けなくて、はい、あのまあ後日ね、あの作った歌なんですよね、うん、風の中で立てっていう歌をご紹介しましょう。大好きです、これ。一緒に歌、よかったら歌ってください、はい。
はい、金吉の風の中で盾をお届けしました。弦も切れましたね。これが、まあ、生放送のですね、いいとこですけど、僕のギターをお貸ししましょう。あ、こういうほらこういうことがねすぐできる生放送です。僕はね、あ、それちょっとチューニング大丈夫ですかね。うん、あのメーターついてますので、こうしながら、ちょ弦硬いですよ、大丈夫ですか。大丈夫です、うん、今日交換して帰ろう。あのね、まあ割と生放送でいろんなねことがありますからね。あのそこお湯は聞かなきゃいけないよね。あの僕今日もさ電車止まってたの、横須賀線。ねえ。俺毎回なんか動かないんだよね。そうなかったら2人でやんなきゃいけない。一般の方っていうのは午前中だったら ものすごく迷惑かかるじゃない。そうですよね。だからでもあの。あれですよね、まあ、僕が出る時間帯というお昼とかそんなに、まあ、生放送ぐらいしかない、うん、ぐらいとか言ったらいやねえ、そんなそれは違うな、中で、ね、うん、だからこの間もね、先々週もちょっと動かなく、なんかつかさ、つかさがね、一人でやんなきゃいけないから、そう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 、そういうことありましたけど、ね、だから僕ね、応用がね、聞かないのよ。あの、いや、こういう生放送では聞くよ、うんうん、でもほら電車の乗り方が分かんないから、俺いつもさ乗る、もう一回乗り換えたらもう絶対ここにスッと来るようにもう決まって頭の中が決まってんのよ。それもうちょっとそこでつまずくとね、つまずくとどうやって行ったらいいか分かんないね。それはあるでしょ、うんうん、渋谷出てどう来ようかとか分かんないんでね、うん、そういう時スマホ使ったらいいんだってね。あ、そうだね、使い切れないもん。でも使い切らん、渋谷で乗り返しても今渋谷も深くなっちゃったから。そうなんですよ、そうそうそう、東横線ね、亡くなったもんね、東横線のね、うん、そうそうそう、地下5階とか6階とかすごいとこに行っちゃったんです。そうそうそう、だから乗りにくいんですけど、あ、えっ、ー、とね、はい、告知忘れるところでした、はい、やりましょう、はい、まず阿弥陀さんのスケジュールを、あ、まあ、スケジュール、まあ、かいつまんでいきましょうか、うん、かいつまんで、うん、はい、もうざっと、うん、ざっといきましょう。明日ですね、うん、22日本目ゴールデンカップ、ゴールデンカップ、はい、はい、で23日あさってはご一緒です、湘南台でしょう、湘南台でしょうね、これでございます。これ VTR撮ってますけど、その中にちょっと入れてもらえ、はいはい、できますか。ぜひぜひ、カメラでうんって言わない、そんなことない。それ、まあ、いろんなバンド出ますよね。そうです、すごいところ60何組、まあ、60何組ってすごいですね、一日中だからね。まこちゃんもそうだしね、新井さんも、たけしさんも、つかさく、はい、つかさくもね、はい、出ますよね、はい、たくさん出ますよね、はい、はい、それが23日ね、23日ね、湘南台、はいはい、で24日がですね、はい、ジージーズ学芸大学のメープルハウスというところで、ジージーズ、新井さんとメープルハウス、はい、メープルハウスで、はい、オーナーアイカという女性ギタリスト、素晴らしいです。この前会ったことあります、すごいね、ブルースギタリストですね、素晴らしいですよ、安かったからちょっとやります。そして26日ですね、あ、26日、これちょっと網ためじゃないんですが、はいはい、僕のプロデュースする、うん、加藤エレナというピアニスト、それからプロデュースとかしてんの、いや、ちょっとたまにねライブのね、僕もしてよプロデュース。いや、それはそれまたやりましょう。それ誰ですか。ライブコーディネートするだけですか。女性ピアニスト2人、本当抜群のピアニスト2人、もうね、シカゴとニューオーリンズ、そうなんです、すごいですよ、抜群です、高円寺のジロ基地で
あ、ジロキシ、もうそうそうたるバックメンバーでですね、はい、あ、そうですか、コラボ、これが何日、26日6ですね、26日火曜日、はい、これ楽しみ、はい、これすごいブルースの好きな人、これは来てほしいね、ご機嫌ですから、はい、はいはい、というわけで次は29日、うん、29日金曜日が、はいはいはい、見た目バンドで、はい、バンド、はいはいはい、バンドでやります、はい、一番気に入ってるバンドでハニービーオフナハニービーね、あの、やらせてもらいましたね、はい、あの、鬼殺しブルースの人、そう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 です、そうです、で31日日曜日が見た目と鈴木司で、相模野っていうとこで、相模野、はい、ロペナチューレというレストランでやらせてもらいます。ちょっと分からない、何ですか、何で相模野のね、ロペナチューレ、ロペナチューレ、うん、イタリアンレストラン、ほら2回聞くとね、あ、そうね、覚える、うまくなったでしょ、僕も、あ、うまい、ほらほら、生放送、あ、これは司と3人で、あ、3人で、はいはい、そこそこ、それも楽しいですね、ちょっとね、あの、レストランだからといって、うん、ゆるいブルースはやらないぜみたいな結構、あ、そうなん、ブルースやりますか、迎合しない感じでブルースやっちゃいますおー、なるほどね俺が柔らかく弾いちゃうけどね、はいはいはいまあそういう感じですかね、食事すごく美味しいんで、ロペナチューレ、あ、ほんと、うん、相模野の、はい、めちゃくちゃ美味しいです、あ、そうですか、ぜひぜひね、はい、あの、目白押しですけどもですね、はい、目白押しで、もう一つ最後にこれだけ宣伝させてもらっていいですかね、うんうん、タメちゃんが、ね、あの、やります、はい、ジージーズとともに、これは、海外から見えたんですか、ニュージーランドから自費で来るんだって、自費なんですよ、自費、ニュージーランド、マイクガーナーとニール・ビリントンっていうね、マイクが、マイク&ニール、マイク&ニール、はいはい、この人たちがツアーでやってきます、ブルースですね、ジャパンツアー、ブルース、はい、ジャパンツアー、はい、はい、で4日と5日、もっとたくさんやるんだけど、うん、あの4日と5日の、うん、横浜の日の出町のスリールという4日木曜日と、はい、横浜ね、これ、はい、スリール、スリール、はいはいはい、はい、スモーキーのね、スモーキーの姉妹店、姉妹店ね、はい、で5日金曜日が赤坂クローフィッシュで、クローフィッシュね、はい、この2つが一応、まあ、ジジズと、はい、まあね、その仲間たちが赤坂クローフィッシュもやるんだ、はいはいはい、サポートをしますので、あ、そうですか、ぜひジジズサポートっていう、はい、これは、マイク&ニール、はい、これはオーストラリアでしたっけ、あ、ニュージーランド、ニュージーランド、ニュージーランド、うん、はいはい、お二人、ブルースと、はい、あの、ハープとギターの、そうですね、ギターボーカル、二人とも歌うんですけど、また味があっていいんですよ、ね、あ、これ楽しみですね、はい、いい感じです、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひいらしてください、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということでしたね、はい、で今日ファックス来てますね、はい、金尾城、川崎 FM 金尾城の音楽魂音中、ミキさん、これは博多の方ですね、毎度どうも、毎度どうもありがとうございます、金尾さん、アミタメのお二人、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは、先週の放送が、楽しすぎて YouTube で何度も見ています、ね、俺歌えなかったんだよね、先週ね、そうなの、もうあの、だからもう歌わずにおとなしく感じ、もう帰って暴れた暴れたもんね、そんなことないか酒がまずいまずいみたいな、そんなことないか歌わないとダメなんだね、やっぱり、いや、やっぱりね、あの、ちょっとでも歌わないとちょっとダメです、で、あの、ミキさんがですね、Neither One of Us、これありがとうございました、はい、なんか素敵なナンバーですね、はい、で、しかしって書いてある、しかし、タメさん、オイラが車に入りきれないですと入りきれないぐらい太ったってことよね、3メートルぐらい、4年開けちゃう、入れますよってことでね、2トントラックの2台ぐらいならって笑いが書いてありますが、それから金尾さん、今日はこの前みたいに嫌な曲リクエストするな、ミキの野郎って言われんごとリクエストなしでして、でもね、あの、おそらくミキ君も大好きなですね、風の中で盾を歌わせていただきました、うん、思う存分楽しんでくださいということで、今日もありがとうございます、はい、で、そして早速ね、あの、アミタメさんのじゃあ喋りをあんまりしてたら歌えなくなっちゃうかもしれない、ね、いや、僕らもう一曲やれたから、もうそうそう、もう十分もう満足だけど、まあ、あと美味しく飲めるから今日ね、今日ちょっとどっか行こうか、行きます、ラジオでどっか行こうか、ね、失礼しましたちょっと待ってくれ、なんかやろうよ、アミタメ、アミタメオリジナルっていうのない、オリジナル、はいはい、それやりますか、やりましょう、じゃあ、うん、じゃあこのアルバムのタイトル曲、アミタメ、これはアルバムタイトルなんですか、はい、Our Love、 アワーラブ、しか出してなくて申し訳ないんですけど、はい、申し訳ない、アワーラブ、アワーラブ、そのタイトル曲ですね、はい、このタイトル曲をじゃあお送りしたいと思います、一応 CD かけていただいた最初にね、かけてもらった最初ね、はいはい、生バージョンでじゃあ生でいきますか、はい、お送りしたいと思います、 CD と新聞高わずそうだよ、それは嘘ここは、まあ、Our Love でお別れするということになりましょうか、はい、そうですか、わかりました、じゃあテンポ上げてやろう、アミタベ、はい、Our Love、はい、
Thank you.